レア玉は牛乳から作るオランダのセミハードチーズである。3ヶ月から12ヶ月発酵させる。クリーミーな白色で、外見と風味はエメンタールに似ているが、より円熟した味である。甘くイクラカナッツの風味があり、これは熟成が進むとさらに強くなる。また、内部には目立つ穴が開いている。過去の販売キャンペーンで味は、 穴の周りにあるというジョークが使われた。このチーズはグループベル社によって独占的に生産されており、レア玉という名前はベルリーダマー BV の登録商標である。レア玉はその名前の由来となった南ホラント州レールダムの自治体スクンアウアードで作られる。レールダムのスタイルのチーズはマースダムチーズとして売られている。このチーズは 1914年からスクーンアワードで小さな乳製品製造所を営むセスボター・クーパーとこの村の近くでチーズ屋を営むボスティーンバースによって発展させられた。この二人は1970年に出会い、すぐに協力することを決めた。彼らはゴーダチーズやエダムチーズと競争できるチーズを開発し、1977年にレア玉が完成した。ありがとうございます。